典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったら、これまでのツケをまとめて払うから。よし、取引成立。まだダメ。じゃあ追加で。あれ、オケなの？残念。追加の報酬を聞いてから引き受けるべきだったね。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。ニコ、怪我してるの？そういうことならここでしばらく休んでて。でも、うん、うちの妹の言うことを聞くんだ。それに君には仕事の下準備として、後でイアスをホローの近くまで連れて行ってもらうからね。お、あんたのボンプ分身ね。任せて。リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。ホローへの潜入に向けて僕が代わりに HDD システムを調整しておくよ。じゃあ仕事を始めるか。私でよければ何なりと。
どう？聞こえるかな、ニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。上級エーテリアスの声はもう聞こえない。 よかった。走りすぎて足のユアスロットが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。ちょうどイアスを調整しなきゃだし、お先に休憩させてもらうね。ええ、プロキシ先生とビリーは休んでおいて、私が周囲を警戒するわ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤学組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトン、相変わらず頼もしいな。えへへ、なんの、プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさかかの有名なパエトーンを探してくるなんて。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロ内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やホロ調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ。もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね、横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。道中での戦闘は任せて。もちろん、戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった、
危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。店長、道案内は頼んだぜ。振動は
エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。